中国は法治国は家だ。かの国がこう述べるとき、意味合いと状況との落差に驚くことがある例えば獄中でノーベル平和賞を受けた民主活動家劉行派さんの釈放を国際社会が求め続けた際も法治国家を理由に拒んだ「法治は人権尊重と切り離せない」 私たちには当たり前のこんな理屈が通用しないのはなぜか。法哲学者で一橋大名誉教授森村進さんの著書を読んでへえと思った。中国では歴史的に法は人民を支配するための手段と捉えられてきたのだという法哲学講義。 香港国家安全維持法を制定し若者らを抑圧一国二制度を形骸化させた新疆ウイグル自治区では少数民族を強制収容し不妊手術を強いる人権弾圧が指摘されているだが批判に対して内政干渉と言い張るのは支配するための放置にどっぷり使っているからか。 西洋由来の法治観は対照的だ。本質は国家の権力を法によって制約することとなる。洋の東西では歴史も伝統も異なる。とはいえ昨今は気候変動、環境保護など地球共通の課題が多い。東洋の大国が人権面でも理解を示せば、 世界の共生はより見えてくるはずなのだが。